海外、日本にライバルはいない。 A メディアも驚く日本社会の先進性が話題に。お疲れ様です。日本で暮らす方の中には日本生まれ日本育ちの方が多くおられることと思います。清潔、快適、便利の三拍子が揃っている日本の暮らし、生まれた時から日本で暮らしていると当たり前に思える生活環境ですが、外国の方の目には信じられないほどハイテクに見えており、日本に訪れた際は驚くことが多いのだとか。今回は日本の暮らしがいかに便利かということを実感させられる内容となっています。早速触れていきましょう。ご紹介する映像は AC デイリーメールが日本の生活を紹介する一般ユーザーの動画から切り抜いたもので、日本人は実際に未来を生きているというタイトルでハイテクな日本の物事を紹介しています。ここでは渋谷区内の公園に設置された透明公衆トイレ、どこにでも設置されどんなものでも売っている自販機、ロボットが接客を行うレストランペッパーパーラー、日本では家庭でも一般的なハイテクトイレ、図書館に設置された図書除菌機が紹介されています。なおオリジナルの動画は再生数2500万回を超えており、スーパーでの買い物風景や食事風景など日本での普通の生活にも焦点を当てている。上記5つの物事の他に、一度開けた袋を熱で閉じる簡易シーラー、ゆで卵切り機、自動レジ、コンビニの画期的なおにぎりなどが日本特有の物事として紹介されています。投稿には海外から驚きの声が相次いでいました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。日本が世界を未来へとリードするのだ。あの透明のトイレ、こっちだったら数ヶ月以内に壊されてるね。東京に設置されて1年経つけど、未だにそういう事態は起きてないよ。個人的には昆虫の自動販売機を使うことはない。だけど本を消毒する機械とか綺麗な公衆トイレとかは、なぜ日本は最高の国なのかへの分かりやすいアンサーだと思ってる。海兵として初めて横須賀に行った時にまず気づいたのは道路の清潔さだった。ゴミ一つ落ちてないんだよ。私は特に日本のコンビニが大好き。なぜかっていうとレシートをちゃんとくれるから。ニューヨークのお店だとそんなこと絶対ない。本を消毒する機械、あれは世界中の図書館に設置するべきだと思う。便利なもの、奇抜なもの、面白いものを生み出すことに関して日本にライバルはいないよ。革命的というわけじゃないけど機能的だよね。日本はより生活しやすい社会を目指してるし、より個人を尊重しているように見える。日本はそこまで極端に進んでるわけじゃないよ。正確には進んでる部分とそうじゃない部分、結構差があるなっていうのが自分の印象。まあどこの国でもそういうもんだけど、日本は秩序と規律を守ることが徹底されてるよ。もちろんそれは本当に素晴らしいことだと思ってる。私の国もいつか日本みたいになってほしい。日本は本当に未来にあるかのよう。またいつか戻れることを願ってます。日本は未来にある先進国。もちろん私の国とは比較できるはずがありません。日本は僕が一番好きな国なんだ。小さな国だけど優秀で思いやりがあって礼儀正しい人がたくさんいる国だから、日本はなんて面白い国なんだろうか。規律と最新技術が共存する国、それが日本。日本は昔からユニークで進んだ公共施設を持つことで知られてる国だ。だから特に驚くようなことじゃないな。日本が新しい未来を世界に提示してきたことは今までもかなり多かったわけだからね。日本はいつだって
世界の一歩先にいるのだよ。いかがでしたか？動画の方拝見いたしましたが、正直動画内で紹介されているもののほとんどは馴染みがなく、日本人が見ても驚きですよね。ただ高機能なトイレに関しては日常的に目にします。用を足して流すだけのトイレしか知らない方が見れば当然驚くことでしょう。便座を温める機能やウォシュレットなどは本当に必要なのかと問われるとそうでもないような気もしますが、透明公衆トイレに関しては今の段階では画期的として見られていますが、そのうち透明であることを悪用した犯罪行為が起こりそうで少々不安でもあります。いくら治安の良い国とはいえ 100% 安心できるわけではありません。日本人にも悪事を働く人間は想像以上に多くいます。外国人の方々にはそういった部分を覚えておいてほしいですね。便利な国である日本ですが、時代に遅れないよう常に焦っているようにも見えます。いずれにせよ日本を褒めている方が多いので嬉しい限りですね。皆様はどうお感じになったでしょうか？ご意見やご感想などいただけると動画作成の励みになります。この動画が良かったよという人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回お会いいたしましょう。